罪を犯した悪を永遠の苦しみを与えることを我が使命なのだ。天罰を受けよ。天罰が正義。しまった。この程度で私を止めようなど。すごい地層だね。ここはラシュガルでも有数の境界帯ですからね。もしかしてここ登るの？疲れちゃうよ。危ない。軍か。よほど見られたくないことをしているのだろう。アルビン、ダメだ、場所が悪い。わあ、なんとかしてよ。なんとか隙を作れれば。僕が注意を引きつけるよ。その間に狙撃兵を。おとりを引き受けるというのか。危険だぞ。大丈夫だよ、きっと。そうか、では任せる。うん。アルビンのおかげ。どういたしまして。これはイルファンで感じたけど。なになに、お化け。まさかここにもあの装置が。急ぐぞ。クレイン様、やはり人体実験を行っていましたか。
よせ、手が吹き飛ぶぞ。今の研究所でハウス教授を殺した装置と似てるんだ。ここでもジンの兵器を作ろうというのか。それほどたやすく作ればしないはず。ミラ、私たちを追うのをやめた理由がこれか。くだらぬ知恵ばかり働く連中だな。展開した魔法陣は閉鎖型ではありませんでした。余剰の精霊力を情報にドレインしていると考えるのが妥当です。谷の頂上から侵入して術を発動しているコアを破壊できれば、みんなを助けられる。行こう、ジュド。何の実験だか知らないが、ナハティガル王が直接出張ってきてるのか。わかりません。以前の彼は必ず最前線に出てきましたが。以前の？ナハティガルは王族のくせに軍で叩き上げた実戦派だからな。もっとも最近は権力を独占するための戦いに忙しいみたいだがな。以前のあの男は。ローエン？いえ、とにかく独裁体制を完全にしようとするナハティガルにとって、人望とカラハシャールの財力を持つクレイン様は最後の邪魔者なのです。宝箱、名残惜しいですが仕方ないですね。案外貧乏症なのだな。
リズムに乗って勝利を奏でる、うん、いい演奏だ。ごめんな。おっと、成長期でしょうか。さて仕事するか。料金分は頼むぞ。レインバー頭を開きなさい。ブルースフィア、さらに変化ライトニング。奨励の金今高らかに。お次はどいつだ。邪魔だ、スラッシュで攻める。詫びはしないぞ。これは厳しい道だな。大丈夫か、お嬢ちゃん。はい、頑張り